次で最後か。どうしたの、ターボチャージャーちゃん。そんなに新規臭い顔して。まだ情報は定かではないんだが、次期シビックタイプ R で、どうやらホンダの純ガソリンエンジンは最後みたいだ。ということは、他のホンダ車は、タイプ R 以外電動車になるってこと。ホンダの計画では欧州における規制、市場、消費者行動の変化を理由に、全モデルのハイブリッド化または完全 EV 化する計画を、2025年から2022年に前倒ししたんだ。でも、それだと次期シビックタイプ R も電動化の対象になるんじゃないの？本来ならば、そうだよな。だけど、知っての通り、シビックタイプ R には熱狂的なファンが多いからな。確かに、スポーツカーの数もめっきり少なくなったし、シビックタイプ R は消費者からすれば貴重な存在だもんね。おそらく、今回の次のフルモデルチェンジでは、完全に電動化が必須になっているはずだから。今回が最後と思い、ホンダも純ガソリンにこだわっているんじゃないかと思うんだぜ。ファンががっかりするのは嫌だもんね。それもそうだし、そもそも現状ではホンダ自身が納得できるような電動化が難しいのかもしれない。まあ、あくまでも憶測の話にはなってしまうが。タイプ R といえば、NSXR こそ庶民には高値の花だったが、EK9 や DC2 が登場した時の衝撃はすごかったからな。そうだね、エンジンは高回転型でパワフル。まさしくメーカーチューンドカーだったよね。そんなタイプ R が200万円台で購入できたんだから、90年代って車好きにとっては本当に良い時代だよね。そうだな。今ではタイプ R の設定はシビックだけ。価格もボディも大きくなってしまったのは残念だな。とはいえ、ポテンシャルは非常に高いからな。次期モデルが最後の純ガソリン車となるなら、相当売れるんじゃないか。どうだろうね。これまで以上に価格が高くなっちゃいそうだし、私はあまり売れないと思うな。そういえばさ、自動車の電動化が進んではいるけど、ハイブリッドとか EV のスポーツカーがないのはなんでだろう。ホンダ、NSX とか、レクサス、LC とかあるだろ。NSX はスーパーカーだし LC は GT でしょ。もっとボディがコンパクトで扱いやすいハイブリッドのスポーツカーがあるといいんだけど。そういうことなら、CRZ があるぞ。CRZ って、CRX の後継車種だっけ？キャラクターは異なっているが、まあ、後継車種といえば後継車種になるかもな。それじゃあ、今回は CRZ について解説するぜ。時代を先取りしたハイブリッドスポーツ、気になるだろ？時代を先取りって、なんだかしくじり車の匂いがするんだけど。このチャンネル、ブンブンキャスト、では、名車の歴史や車の雑学などを解説しているぞ。隠れた名車を解説していくしくじり車シリーズをはじめ、車好きならワクワクするコンテンツを発信しているよ。最新の動画を見逃さずに済むように、まだチャンネル登録をしていない人はぜひチャンネル登録をしておいてくれよな。それでは、ゆっくりしていってねー。CRZ の始まりは2007年の東京モーターショー。この舞台で CRZ コンセプトが初公開された。CRZ はコンセプトモデルの段階で、すでにハイブリッドスポーツカーだったのかな？そうなんだ。2009年の東京モーターショーでは、CRZ コンセプト2009として出展された。写真を見ると、CRZ コンセプト2009はほぼ市販モデルと同じだということがわかる。市販化に向けて、徐々に煮詰めていった結果、2009年の時点ですでに完成形だったんだね。ハイブリッドスポーツカーっていうくらいだから、やっぱり環境性能が高い車なのかな。CRZ は、ホンダグリーンマシンの第3弾として開発された車なんだぜ。ホンダグリーンマシンって、2008年以降に投入予定のモデルの中で、特に環境性能の高いホンダ車を指す。自動車メーカー各社がこぞって、環境性能の高さをアピールしていた時代だったもんね。グリーンマシン1号は2代目インサイト、2号は2代目のシビックハイブリッドだった。ちなみに、グリーンマシン3号の CRZ に続く第4弾はフィットハイブリッドだったんだぜ。CRZ は優れた環境性能と高い運動性能を両立した、世界初の量産ハイブリッドスポーツカーとしてデビューした。販売期間は2010年から2017年と、割と最近まで販売されていたぜ。世界初の量産ハイブリッドスポーツってすごいじゃん。革新的だし、結構人気あったんじゃないの。実際に CRZ は環境性能と運動性能を両立していた。スポーツカーとしては斬新で、評価されていたぞ。あれ？いつものごとくしくじり車の解説だと思っていたけど、違っていたんだ。
私はまだ、CRZ のことを一度もしくじり車とは言っていないぜ。あ、そういうパターンもあるのね。華々しくデビューを飾った CRZ は、日本カーオブザイヤーも受賞した。日本カーオブザイヤーといえば、過去にはプリウス、ホンダ車で言えばフィットとかが受賞していたよね。CRZ が高く評価されていたことがわかるよな。販売面では、226万円という低価格を実現していたことから、当初は月間販売目標の3倍を上回る人気ぶりだったんだぜ。確かに、ハイブリッドを搭載しているスポーツカーをその価格で購入できるとなると魅力的だよね。さて、お次は CRZ の外観デザインに迫っていこう。先進性を強調したスタイリングは大きな売りの一つだ。さっき自然吸気ちゃんが言っていたが、CRZ は細部に CRX を彷彿とさせる衣装を取り込んでいる。顔つきとかはさすがに違うけど、CRX の現代版って感じはするよ。CRX はシビックベースのライトウェイトスポーツでな、当時としては結構斬新なキャラクターだったんだ。テールエンドをスパッと切り落としたような、カムバック形状のスタイルがかっこよかった。CRZ を見る限り、その特徴はしっかり受け継がれているね。CRZ のモチーフとなった2代目 CRX は、ショートホイールベースが特徴でな。そのおかげでコーナリング性能が非常に高く、峠やジムカーナでも猛威を振るうこととなった。あとは高回転 NA の代名詞でもある VTEC の元祖、B16A 型を搭載していることでも知られている。当時の軽い車体に VTEC エンジンとか、ピーキーすぎて完全に危ない車じゃない？まあ、確かに現代では考えられないレベルの刺激的な車ではあったと思う。嘘か本当か、当時は修復歴のない中古車を探す方が大変とまで言われていたらしいぜ。みんな、峠に刺さってたんだね。てか、もはや CRX の解説になってない。いやいや、CRZ を解説する上で CRX の存在は絶対に欠かせない。RX8 が RX7 との比較ありきで評価されたように、CRZ も CRX との比較が後を絶たなかったからな。そういうことなら、まあいいけど。そういえば、デルソルってあったよね。CRX デルソルだな。以前このチャンネルでもしくじり車として解説したことがある車だ。あの子は黒歴史なの？まあ、黒歴史とまではいかないが、やっぱり CRX とは似ても似つかない外観だったからな。だからこそ、CRZ が発表された際、CRX がハイブリッドスポーツとして復活したということで、当時は結構話題になったんだぜ。真の CRX の再来を待ち焦がれていたというわけだ。まあ、その期待値の高さこそが、CRZ がしくじってしまった要因の一つだけどな。やっぱりしくじり車じゃん。CRZ のしくじりについては、後ほどゆっくり解説する。その前にひとまず、外観デザインを解説させてくれ。まずは CRX のフロントマスク。切れ長のヘッドライトが、先進的なスポーツカーであることを印象付けているぜ。大きく口を開いたようなグリルも特徴的だな。ちなみに私は、あまり好きなデザインじゃない。え、そうなの、かっこいいと思うけど。否定はしないが、好き嫌いの分かれる顔つきだよな。だが、後期モデルはかっこよくなったと思うぜ。確かに、後期モデルの方がスタイリッシュな印象が増して、スポーティーに感じるかも。CRZ のサイドは、やはり独特だな。トライアングル形状のボディは当時のプリウスやインサイトを彷彿とさせる。ハイブリッドスポーツだし、その辺は意識していたのかもね。リアの造形はやっぱり CRX っぽさがあって素敵。ウィンドウグラフィックとキャラクターラインは、独創的かつ攻撃的で、とてもスポーティーだよな。ドアハンドルが一般的な形状じゃないところも、ホンダのこだわりがしっかりと感じられていいね。CRZ のリア周りの造形は、最も CRX らしさを感じられる部分だな。リアガラスが上下に分割になっているところは、間違いなく2代目 CRX をモチーフにしているよね。直線的な CRX と違って、CRZ は曲線で構成されているから、全く同じだとは思わないが、近いものは感じるよな。テールランプの形状が横に広がっているからかワイド差が強調されていて、どっしりした感じ。ボディサイズは全長 4080mm、全幅 1740mm、全高 1395mm。フィットと同じプラットフォームで、コンパクトに収まっているぜ。フィットのサイズ感はどのくらいなの？フィットのボディサイズは年式やグレードにもよるが、全長 3915mm、全幅 1695mm、全高 1550mm となっている。結構サイズ感は違っているんだね。
となると、車両重量も大きくなってる。CR-Z の車両重量は 1130kg から 1160kg と、だいたい 30kg くらい重くなっているぞ。グレードとかにもよるんだろうけど、そのくらいなら、むしろ軽く抑えた方だね。さて、続いて CR-Z の内装をチェックしていこう。スポーティーさと先進性を兼ね備えた仕上がりだぜ。お、ハイブリッドスポーツっぽさがあってかっこいい。確かに、ベースの2代目フィットと比べるとめちゃくちゃスタイリッシュになっているよな。運転席周りはスイッチ類がたくさん配置してあって、まるで戦闘機のコックピットみたいな雰囲気だ。その点は良し悪しだけど、私は好きだよ。ドライバーの気持ちを盛り上げてくれるよね。メーターの発光感もおしゃれだよな。ただし、全体の質感はフィットとさほど変わらない。値段が安いから仕方ないよね。むしろ頑張った方だと私はホンダを称えたいよ。ちなみに、CR-Z の後部座席は一昔前のスポーツカーらしいタイトでホールド感のある設計だ。もちろん、悪い意味だぞ。まあ、フル乗車で普段使いする車じゃないしね。その辺は割り切って使わないとしょうがないよ。後部座席はあくまでおまけだと考えた方がいい。スポーツカーだから4人乗れない、じゃなくて、スポーツカーなのに4人乗れるの、すごい。こういう風に考えるのがおすすめだ。そうそう、何事もポジティブに捉えるのは大切だよ。さて、次は CR-Z のスペックに迫っていくぜ。エンジンは 1.5 リットル、直列4気筒エンジン。エンジンスペックは年式やトランスミッションによって違いがあるが、ひとまず発売当初の MT 車を紹介するぜ。最高出力は114馬力、最大トルクは 14.8kg となっている。まあ正直、スポーツカーとしては少々非力な数値だよな。確かに。でも、CR-Z はハイブリッドなんだから、モーター出力も加味しないといけないよね。その通りだぜ。CR-Z は IMA システムを搭載していて、エンジンとモーターが並行駆動する仕組みなんだ。あくまでエンジン主体のシステムだから、モーター単体ではごく限られた領域でしか走行できないことになっている。いわゆるマイルドハイブリッドってこと？マイルドハイブリッドよりはストロングハイブリッドよりではあるな。ただ、運転感覚はマイルドハイブリッドに近いと思うぜ。走行性能重視の CR-Z は、エンジン主体の IMA システムとの相性が良いみたいだ。モーターの出力は14馬力とわずかに感じるが、それでもあるのとないのじゃ全然違うよな。あくまでエンジンのアシストだしね。この IMA システムとの組み合わせによって、CR-Z のシステム最高出力は124馬力となる。さっきも少しだけ触れたが、トランスミッションは 6MT と CVT。駆動方式は FF オンリーだぜ。コストの関係で、サスペンション形式などはフィットと共通だ。要するに、フィットハイブリッドをスポーツカーにアレンジした感じかな。まあ、端的に言ってしまえばそうなるが、もちろん、CR-Z 独自の要素も多いからな。ハイブリッドといえばやっぱりトヨタの印象が強いが、現状トヨタのハイブリッドは、MT の設定がないからな。そういえば、そうだね。正確には、システムの都合で MT と組み合わせることができないんだ。だから、ハイブリッドでありながら 6MT を楽しめる点は、CR-Z の大きなアピールポイントなんだぜ。まあ、CR-Z の解説はこんなところだな。次はお待ちかねのしくじり要素を解説するぜ。さっきのスペック解説で、なんとなく気づいてしまった感はあるんだけどね。結論から言えば、CR-Z は見た目の割にそこまでスポーティーじゃなかったんだ。ハイブリッドスポーツという新しいジャンルに挑戦したものの、その結果、中途半端で魅力に乏しい車になってしまった。チャレンジ精神は悪くないんだけど、やっぱりすぐにうまくいくものではないよね。発表された時は、CRX の再来だと喜んだが、蓋を開けてみると過激な要素は一切なしときた。エンジンは刺激に欠けるし、IMA システムも微妙。モーターのトルクは感じられる仕上がりだけどな。一般車と比べるとスポーティーだけど、スポーツカーとしては弱いって感じかな。まさにそんな感じだな。あとは、車名や外観が CRX を彷彿とさせるところも良くなかったな。そうか、CRX は軽量コンパクトでパワフルな、バリバリのライトウェイトスポーツだもんね。CRX 以外にも、ホンダの FF スポーツっていうのは、レーシーで本格的なモデルが多かった。タイプ R とかな。ハードルが上がりすぎていたのもあるし、やっぱりあの辺と比較されちゃうとな。早い話が、CRX のような形をしているフィットやインサイトだったんだぜ。ホンダもこのままではダメだと痛感したのか、2012年に大幅なマイナーチェンジを実施した。お、
具体的にはどこが変わったの？エンジンはより高回転、高出力型に変更されたし、リチウムイオン電池を採用してモーターも強化した。さらに、走行中にボタンを押すと瞬時に 3.0 リットル、V6 並みの全開加速を味わえる、プラススポーツボタン、も追加されたんだ。なんだそれ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。ワイルドスピードの NOS みたいな感じなの。ああ、イメージはまさにそれに近いぜ。バッテリーが十分に充電されている状態しか使用できないけどな。条件があるのね。それはそれでかっこいい。結構変わったけど、それでもダメだったの。実はだな、CRZ がマイナーチェンジを実施したその年、トヨタ及びスバルから 86BRZ が発売されたんだぜ。うわぁ、タイミング悪すぎ。86も正統派の FR スポーツカーとして、AE86 型の再来と話題になったんだ。CRZ と CRX の関係みたいで、なんだかライバル感があるね。86は初期型こそイマイチな感じだったが、それでも安くて正統派 FR で、何よりスポーティーだった。普通にかっこいいもんね。86って。トヨタとスバルが共同開発という話題性など様々な要因が絡み合い、スポーツカーとしては異例のヒットを記録した。走りを楽しみたい人は、非力なハイブリッドスポーツよりも純ガソリン車でそれなりにパワーもある86を選ぶ。まあ、当然の結果だよね。86が年次改良で徐々に完成度を高めたように、CRZ も少しずつ改良を加えていった。その結果、初期型とは見違える車になったんだ。しかし、時すでに遅しってやつで、86による包囲網が完成していたぜ。あや、それは残念だ。ハイブリッドの魅力とスポーツカーの魅力を味わえる、面白いコンセプトの車だったんだけどな。発売当初のヒットが嘘のように販売が低迷、発売から7年後の2017年に販売終了となったぜ。もっとパワーがあれば、よかったのかな。どうだろうな。環境性能を重視している以上、ハイパワーは相反する要素だし難しいぜ。このように、CRZ がしくじった理由はいろいろあるが、登場が早すぎたっていうのは大いにあると思う。むしろハイブリッドが当たり前になって、EV の流れが来ている今なら、ハイブリッドスポーツカーでもそれなりに人気を集めたかもしれない。それは言えてるかも。ということで、今回はこの辺で終わりにするか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。グッドボタンも待っているぜ。それじゃあ、またねー。